最近私どもで流行っている蛇腹を紹介いたします。2つの画像を取り込んであります。まず最初の画像、右クリック、プロパティですね、フレームカウントをいくつでもいいですが、今回は50としてみましょう。描画1と移動先2つありますが、描画1の時点で、右端のここですね、ぼっちを加えてずーっと縮めてきます。で、縮まったところでイベントプレビューを見てみましょう。そうしますと、左端から右に蛇腹のように出てきております。はい、 OK ですので適用をクリック。はい、2番目ですね。同じように右クリック、プロパティ。フレームカウントを同じく50として、描画1の時点ですね。ここです。描画1。描画1の時に今度は左の端から右へずーっとずらしてみましょう。適当の位置でイベントプレビューを見てみます。今度は右から左に行っております。はい、よろしいですので適用をクリックします。で、全体のプレビューを見てみましょう。プレビューウィンドウ、左から右へ50ですね。フレームカウントは右から左へと、こういうふうに言っております。はい、これで OK です。出来上がり、完成です。